ね、いつだこれ、1週間前ぐらい、そんな経ってないな、5日ぐらい前ぐらいにね、アモングアスを裏で遊んだんだよって話はさ、誰かがしてたかな。なんかそれはなんかスバルが募集してて、でしょも前なんか話した前に帰省でね集まった時に、最近深夜にアモアスするのがマイブームとかなんかハマってるんだよねみたいなこと言ってて、おいいな、ショーもやりたいみたいな感じで言ってたから、その時にスバルが募集してたから、おこれは時が来たと思って、ショーもやりたいって前日に言ったんだよ。次の日の夜の12時から、遅いけどショーは12時に覗いたんよ。ちょうど12時ぐらいにそのここ集合でって言って、サバがあるんだけど、ホロメンのサバに集まってくださいみたいな、やれる人、やりたい人は、ちょっと見たんよ。したらスバルが一人だけミュートで入ってて、えと思って、誰もおらんやんと思って、でなんかちょっとやることがあって、それ終わらせてから行こうと思って、その時にはもう15分だったんだよ、シオンが見た時にはね、次見た時には15分で、それでちょ遅れちゃったと思ってもう一回見たの、遅れちゃったけど誰もいなくて、まだ12時15分に誰もいなかったの。え、これ本当にやんのかな、なんかスバル一人でなんかさミュートだったからさ、でさ、やんのかなと思いながら、師匠さ、あんまさ、こういうのさ、入るの苦手なんで、わかる？なんかみんながさ、なんかわかるかな？なんか、入っていいのかなみたいな。え、これ入っていいのかなみたいな。思ってたけど、え、これ本当に待ってたらかわいそうだなと思って入ったんだよ。で、入った瞬間に多分音が鳴るじゃん。テロンみたいな。で、ミュート外して、スバルがさ、しようーんって言ってて。そう、どうしたのってか、みんないないじゃんみたいな。え、みんな来ねえんだよって言って。一人で馬娘してたわって言ってた。てか最初、スバルが、コロネとミコチが、募集でね、コロネとミコチとアモンガスをするんですけど、みたいな。するんだけど、よかったら、やりたい人いますかって、チャット送ってくださいみたいなの言ってて。コロネとミコチはもう最初からさ、もう、メンバーにいたのにさ、いないで、スバルしか。スバルしかいなくて、いやーちょっと連絡したんやけどみたいな、来なくてみたいな、もうかわいそうって思いながらさ、ちょっと面白くなっちゃった。よって2人でさ待ってたの、なんか話しながら、シオンが15分に入ってきたから30分ぐらいにふぶきちゃんが来たの、今なんかしてるからちょっと待っててみたいな。45分ぐらいにみこちが来たんだよ。で、やっと4人になったわけよ。4人だとギリギリできるみたいで、しゅんさん、アモングアスマジでやったことなくて、配信の2回 ?2 回だったっけ、配信でやったの。1回だっけ、あれしかなかったの。4人だったらギリギリできるみたいな。最低人数だな、なんだって。でさ、そう、スバルとさ、3人じゃできないねって、ふぶきちゃんと。3人だったらもう始まってすぐ会議じゃんね。会議系じゃんって言って、話してて、そのみこちが来て、やっと4人になって、ギリできるみたいな。で、1時間後とかだったっけな、コロネより先にね、スイちゃんが来たんだよ。余裕ができてやってたんだけど、いや、早いんだよ、終わんのがマジで早くて。その後、どんぐらい遅れてかわかんないけど、コロネも来て、12時に集まっても始まるのは1時間後なんだね、みたいな。ってスバルが言ってて、ホロメンには12時は早かったかなって。しかもね、スバルの募集ね、12時じゃなくてね、24時集合じゃなくてさ、なんか分かりやすいようにか分かんないけどさ、23時59分って書いてあったのね。何月何日の23時59分に、このサバに集まってくださいって。本当にかわいそうだった、ミュートで、ウマ娘してんの。ウマ娘。